全州ゲッティンゲン群に属すマチソンでギーボルデハウゼンを本部所在地とするザムトゲマインでギーボルデハウゼンを構成するマチソンの一つである。オーベルンフェルトはウンターアイヒスフェルト地方に位置する。オーベルンフェルト集落の成立は800年頃である。当時この村は海村の形態で発展した。しかし、最も古い文献上の記録は1184年の クベードリンブルク女子修道院長アグネス2世が売却されたり担保として失われていた書領を買い戻した際のものである。おそらくオーベルンフェルトは947年にオットー1世がクベードリンブルク女子修道院長に寄贈した村落の一つであったと推測されている。約3世紀後の1236年にこの修道院はこれらの書領を 中林源砲白、ハインリヒラスペニ、霊園として授け、1247年に彼が亡くなった後は、ブラウンシュバイク校に授けた。1320年に、オーベルンフェルトに重罪を除く裁判を行う、下級裁判所が設けられた。オーベルンフェルトは1342年に、ブラウンシュバイク公領からマインツ選定公領に移され、 1364年にアムト・ギー・ボルデハウゼンに編入された。この編入によってオーベルフェルトはこのアムトの4つの裁判所所在地の一つとなり1年に3回重罪裁判が行われることとなった。16世紀の中頃に住民の大部分がプロテスタントとなったが17世紀の初めにはカトリックの信仰に戻った。この改修の要因は イエズスカイ氏による強引な対抗宗教、改革であった。30年戦争では、1626年に、ブラウンシュバイク公クリスティアンが、オーベルンフェルトを含むウンターアイヒスフェルトの村々を、占領した。15世紀から17世紀にかけては、たびたびペストが流行し、さらに大きな被害を受けた。七年戦争中は、焼き打ちには合わなかったものの、他の村落と同様に、 シフスとの戦いに悩まされた。19世紀の始まりとともにオーベルンフェルトの統治者は交代した。1802年から1706年まではプロイセン王国、1807年から1813年まではベスト・ファーレン王国、1816年からはハノーファー王国といった具合である。1866年に最終的に再びプロイセン領となり、 この支配は20世紀中頃まで続いた。オーベルンフェルトは1973年からザムトゲマインレギーボルデハウゼンに遺族し、1973年にゲッィンゲン軍に編入された。オーベルンフェルトの議会は県人の町長,長を含め11人の議員からなる。名誉職の町長,長は2011年からカールベルントビューステフェルトが務めている。図柄、青字で。 木部は赤字。主部には赤い下と赤い爪で威嚇し、右の前足を上げた金の獅子。木部には四つの先端を尖らせた十字花飾り。オーベルンフェルト郷土博物館の歴史は1937年に遡る。当時の村の学校の校長フランツクルトの古い農業用具や内食道具のコレクションから始まった。この頃、すでにかなりの量に達していた。 このコレクションははじめオーベルンフェルトの学校の地下室に収められ、学童や興味を持った訪問客に開放されていた。1984年にこのコレクションは新しい場所に移され、当時2つの町村の住民には自由に観覧できるようになった。同時に、 個々の品についての学問的議論が始まり、展示コンセプトが策定され、これに従ってコレクションは広く一般に公開された。やがて展示品をすべて並べることができなくなり、新しい建物の建設が発表され、1990年から91年にかけて建設がなされた。この建物では、新しい展示場に大きな農機具を置くことができ、 すべての展示コンセプトが統合された。現在約500平方メートルの展示スペースを使って民族学コレクションが来訪者に公開されており、この村の生活や農作業に関する資料の膨大なコレクションを見ることができる。その中には、蓄え、食物、落農、住まい、洗濯、衣装といったテーマが設けられている。家畜飼育、工作、 穀物の収穫といった分野の展示がこの博物館の特徴であり、その広範さにおいて南ニーダーザクセン最大の農業用具展示となっている。オーベルンフェルトの目印である教区教会は建築様式が不揃いで過去に何度も改築が行われてきたことを示している。1629年に全長14メートル、全幅7.5メートルで建設されたは 1721年に2メートル高さが、かさ上げされ、ボールトが設けられた。さらに教会は、1914年建造の翼廊と1448年に、建造されたゴシック様式の仙台教会の、遺構である、教会塔からなる。高さ50メートルの登場部は1662年に、やはり増築されたものである。教会の南入り口に、 ヒルデスハイムの彫刻家、ヨハネス・ジュセマンが1738年に作った、キリスト像のコピーが置かれている。バロック時代のリブボールとは、ウンター・アイヒスフェルト地方で、典型的に取られたゴシック様式に改造された1912年から1914年に、かけて、長道の拡張が行われ、これにより全長は16メートル、全幅は13メートルとなった。 この教会のバロック装飾は地元の彫刻家によって完成された。ドゥーダーシュタットのエルンストメルテンは1728年から1733年に本祭壇と脇祭壇を制作した。ヤーコプシュベトハイムは1759年にロココ装飾が豊かな説教壇を制作した。1771年にアライライバンが1785年に国会場が 作られた。この両者は、ドゥーダーシュタットのヘルビヒ親方によるものである。1914年製のステンドグラスは、それ以前にドゥーダーシュタットの聖キリアクス協会を手掛けた、ハノーファーのフーベルト・ヘンニングが製作した。オーベルンフェルトは、連邦道、B247 号線に面している。ありがとうございます。